平井博明のワンナップゴルフ。さあ皆さん、こんにちは。ありがとうございます。本日トーナメントプレイヤー平井博明プロによるゴルフトークイベント、開催いたします。まず平井プロの簡単なプロフィール、ご紹介させていただきます。平井プロは1983年、11月7日生まれの38歳です。中学1年生の時からプロを目指され、学生時代、部活動にて腕を磨き、単身で3年間、アメリカですかね、ゴルフ留学を経て2009年、プロテストを合格されています。2015年、太平洋クラブチャレンジトーナメントでは、優勝に輝かしい成績をお持ちでございます。2019年、競技ゴルフを引退されまして、現在、レッスン、YouTube を通して、ゴルフの楽しさを学んでいらっしゃいます。それでは平井プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めまして平井博明です。今回自分からもいろいろゴルフに関してのお話などもあるんですが、まずはそのお客様のゴルフのお悩みでしたり、何かこういうことが知りたいとかですね、ありましたらご質問とか受けてますが、何かありますか？ゴルフで何か悩んでることとか。はい、どうぞ。カラーからのパターンなんですけども、はい、押し出すように、はい、やった方がいいのか、はい、こうちょっと浮かせてやった方がいいのか、はい、そうすると浮かすとダフったりするので、はい、カラーからのロングパッドのやり方ですね。ロングパッド、はい、カラーからのロングパッド、カラーからのロングパッド、ヒットの仕方でよろしいんですかね。基本的にはグリーン上とカラーからで何も変えちゃいけないんですよ。変えない方がいいんですけども、例えばウェッジが苦手として多少芝生が長くてもパターを選択したんであれば、ボールのポジションを変えた方がいいんですね。ボールをいつもよりも右に置く。そうするとパターのロフトが今まで通り置くと、ここに置いてあったとしたら、右に置くとこうやってパターがマイナスロフトになると思うんですよ。マイナスでこうやって当たるんで、ボールが打った瞬間に弾むんですね。弾んでる時にカラーを越えていくんで、プラスカラーでボールが食われない、勢いが失われないので、もし芝生が少し長いかな、本当はウェッジ使いたいけどもパターを選択したんであれば、ボールの位置を右サイドに、通常のポジションよりもボール1個もしくは1個半右にずらした方がいいです。それでボールを打った瞬間初速で弾ませてあげることが必要なので、そういう打ち方の方がいいです。でボールに対してヒットしに行く感覚があっていいです。要はぶつけに行く感じですよね。それをきれいにストロークすると、芝生が多少長いとボールが初速で食われるので距離感が合いづらいくなっちゃうので、その辺は注意していただきたいポイントなんですけども、あとは今と同じその、状況というか、カラーからパターを打つときに使えるとこと使えないとこってあるんですよ。それはボールからグリーンまでがいくつ何ヤードで、グリーンエッジ、カラーからカップまでが要は何対何かによるんですけども、ボールからカラーまでの比率の方が多いところはパターは使えないんですよ。使わない方がいいので、それはなぜかというと、初速で食われるかどうかわからない距離が長ければ長いほど、グリーン上に乗った時のタッチが 出にくいんですよ。なのでオーバーを怖がったらドショートしますし、食われるであろうという部分を強く打ったら大オーバーする確率が非常に高くなるので、必ずグリーン以外カラーからパターを持つ場合であれば、ボールからカラーまでの比率の方が少ないところで使った方が絶対にいいです。はい、なんでそこら辺は注意ポイントになりますね。はい、なので、ロングパッドで例えばボールをカップまで行かせたい場合は10メーターぐらいだとします。ボールからカップまでが、そしてボールからカラーまでが2メーターぐらいで、カラーからカップまでが8メーターのトータル10メーターだとしたら、10メーター打つパッティングの強さで打つと、その2メーターのカラーですら食われないんですよ。初速でもう超えちゃうので、そういう場合はタッチもそこまで大きくグリーン上と変える必要はないと思います。なので7メーターぐらいを切ってくる
とどうしてもカップまでが強く打てないのでカラーで食われる確率が上がってきちゃうんですね。なのでその辺は注意が必要なんですけども、もちろん長ければ長いほど食われるところを初速で超えるんで、あまりタッチの差を出さなくていいかなっていう感じはすると思います。はいはい、他何かあります？大丈夫ですか？顎の高いバンカー、はい、私の身長よりもそれぐらいのところのバンカー、はい、目玉ではないけどここの落ちてるそこがこうバンカーの場合、はい、高い球を打ちたいですね、バンカーで。でその場合に高い球を打てる状況が揃ってないともちろん打てないんですけども、その状況っていうのはまず砂が柔らかい、硬いバンカーっていうのはどうしても高い球って打てないんですね。バンカーで高い球を打つんであれば砂の柔らかいところでしか打てないんです。なのでその柔らかいとしましょう。で柔らかいバンカーでそれでライは終わりましたって言ったら、次に構えですよね。構えっていうのはもちろんフェースは開かないとダメなんですよ。で開いた時にこのバンスって後ろあると思うんですけど、このバンスがいくつかにもよるんですよ。でこれが高い球をバンカーで打ちたい場合に12度以上必要になってくるんですよ。このバンスが効いてくるっていうのは12度よりも14、16とかハイバンスになってきた方がバンスを使えるんですけども、使えた方がなぜ高い球が打てるかっていうと、当たった時にクラブが上に弾かれるんですね。それで球が高く上がるんで高い球が打てるんですけども、例えばそれがヘアウェイだとします。ヘアウェイだとしたらヘアウェイってずっと弾かれないんで下を擦らなきゃいけないんですけども、それがバンスが12度とか14度になってくると今度地面にボンって弾かれて、ちっちゃく打とうとしてるのが球がボンって前に出ちゃうんですね、弾かれて。それでヘアウェイとバンカーで違う、同じクラブでも違う現象が起こるんですよ。なのでどっちを優先したいかにもよるんですけども、例えばバンカーを、顎の高いバンカーを越えたいっていう場合はバンス、ハイバンス14度ぐらいとか選んでフェースを開きます。開いてでここでボールの位置なんですけども、ボールの位置は真ん中よりも1個左でいいです。ボールの位置はフェースを斜め45度ぐらい、これぐらい開いて構えます。でこの時にスタンスはターゲットでいいです。フェースを開いたからって左向かなくていいです。その必要が全くないので、フェースを開いてピンに対してまっすぐご自身が構えて、ボールの位置は真ん中より1個左に置いてアドレスは完成します。でここから振り方なんですけども、必ずスタンス方向に振ることなんですよ。それが大事なんで、で先ほどオープンスタンスにしなくていいですよって言ったのは、バンカーショットでオープンスタンスにしたら必ずクラブの振る軌道っていうのはスタンス方向に振らなきゃいけないんで、オープンスタンスにしたらオープンスタンスにした方向にこうやってカットっていうイメージで振らなきゃいけないんですよ、ターゲットに対して。そうするとフェースとボールの間に砂が噛むんですね。でプラスボールが当たってから地面に着弾するまでに時間が、アプローチバンカーって短いですよね、ピョンと行くだけなんで。そうすると空中で曲がってる時間がないんですよ。なのでオープンにしてスタンス方向に振ったらスタンスを向いた左に飛んでってしまうんです。なのでオープンにしても手の位置が普通に構えた位置と高さが変わらなければ右に飛んでいくことはないんです。フェースが開いても右に飛んでったらスイングが悪いです。なのでターゲットに対してスタンスをまっすぐ構えてフェースだけ開いて打ってあげるんですけども、でその時にバンカーが硬い、あとは硬くてバンスが12度以上だともうバンカーから高い球はもう打てないんです。なんでそれは後ろに出すか横に出すか、もう一か八か打ってみるか、それか男子だったらよくできるんですけども、左手のグリップをめちゃくちゃ強く握ってその硬いバンカーでもヘッドが地面に潜り込む強さでそもそも打つかのどれかになっちゃうんですよ。なので結構無理やり感が必要なショットになるんです。ただ
こういう白い砂でもうサラサラな、転がってきただけでもう3分の1ぐらい埋まってしまうようなサラサラな柔らかいバンカーの時は、先ほどのアドレスをしていただいて、もうとにかくスピードはいらないんで、できるだけ大きいスイングをしていただければバンカーは出やすいんです、高い球が。あとはフェースを開いた時の注意点なんですけども、こうやってアドレスするじゃないですか、ボールに対して。でこれがフェースまっすぐですよね、フェース開いてないで。でバンカーでフェース開きますよって、こうやって構えるじゃないですか。したらフェースの向きがこうだったのが、こうやって右向くじゃないですか、開いたら。したらこの方向にクラブをこうやって振っちゃう人がいるんですよ。本当はこうやってまっすぐ、これがターゲットラインです、飛球線、飛ばしたい方向、これにこうやって構えますよね。こうやって構えてフェースを開きました。したら本当はフェース開いただけでターゲットは変わってないんで、フェース開いてもクラブはこうやって上げ下ろししないといけないんですよ。でもフェース開いたからってフェースの向きがこうやってこの向きになったんで、フェース開いてこうやって打っちゃう人いるんですよ、インサイドアウトに。そうしたらもうバンカーショットは出ないです。フェースの向きは関係ないので、自分が今から打ちたい方向というのが一番大事なんで、その方向にクラブをこう上げて下ろしていただくことが、もうどんなクラブでも一番大事なことなので、自分のターゲットがどこにあるかで、そこに対してクラブをちゃんと触れてるかどうかっていうのが一番大切なポイントなので、フェースの開閉にこう惑わされないように、自分のアドレスのラインに対してクラブを上げ下ろししていただくことが大事になってきます。そうすると球が高く上がりますので、それちょっとやってみていただきたいポイントですね。はい、ありがとうございます。他に何かご質問あります？どうぞどうぞ。はい、ドライバーと4バウト、はい、4バウト、はい、同じ距離なのね。はい、それでもドライバーを使わなきゃいけないのかな、はい、打ちやすいのは4番、打ちやすいの4番、はい、はい、だけど、はい、やっぱり最初はドライバーで打ちたいじゃないですか。はい、ちょっと同じ距離ぐらいっていうのはどうしてでしょうか、打ち方が違うってこと。これはですね、よくアイアンとかでも女性の方にアイアンは私使わない、アイアン11番とかで、であとはもうウェッジとかですか、8番、 P も使わないんです。 P も使わない、8番と A、 8番で何ヤード打ちます？ 100、はい、ウッドはドライバーは4番、5番、7番、9番、11番、ウッドばっかりなんですけど、はい、そのドライバーが飛ばない、飛ばない、4番は打ちやすいんで飛距離が出る、それを、まあ、単純に言えばドライバーが打ちづらいと思うんですよ、はい、でその打ちやすいクラブを使えてない、要は巡り合ってない可能性もあります。あ、ドライバーが、ドライバーが、でもどれも変えても何しても、はい、そういう方結構多いんですよ。非力ということではない、簡単に言えば非力なんですよ、ですよね、力が、要はクラブに対してボールのスピン量が足りてないんで、ボールが上に上がっていかない、そうなんです、なので上がっていくドライバーにしないといけないんですよ。強かったら上がりました、上がりました、あ、すごいいいことを言っていただきましたね。そうなんですよ、そうです、そうなんです。ゼクシオってすごくいいところが詰まってるんですけども、ゼクシオにしてくださいってわけじゃないですよ。で、ゼクシオって他のメーカーに比べて総重量が軽いんですよ。軽いのでなお打ちやすいですね。もともとそのクラブ自体が打ちやすいのにプラス総重量が他のドライバーよりも軽いんですよ。なのでレディスですか？レディスです。あ、それはもうメンズもそうです。ゼクシオ自体がそうなので、なのでちょっと中毒性があるんですよ。一回ゼクションにはまるとなかなか他のも使ってみようって言ったら全部重く感じたりすることが多いんですね。なので去年の12月に出て1月2月で2ヶ月連続1位なんですよ、売り上げが。だからそれぐらい人気なので、まあ、結果としてあるのかなと思うんですけども、ただそのクラブの先ほどの話に戻りますけども、クラブのボールに対しての当たり方のスピン量が足らないか、あとはロフト角何度使ってます？分かんないですか。できればその距離が変わらない方だったら13度以上使った方がいいんですよ。
ドライバーのロフトが16は多分4番ウッドか3番ウッドだと思うんですよ。ドライバーで16は多分ないと思うので13でしたらもうちょっとヘッドバランスって言って多分レディースだったら多分 C の7とか8とかそれぐらいのバランスだと思うんですけども、それをもうちょっと軽くする。そうするとボールのスピン量が増すので球の高さが出てくるんで飛距離が変わってくるということになるんですね。なのでできれば、まあ、ショップかなんか持ってって今よりもヘッドバランスを軽くしてください、まあ、ワンポイントでもいいので軽くするだけで変わってくると思います。はい、ちょっとやってみてください。はい、あとは今のドライバーのそのショップ持ってく前に試しに練習場でちょっと短く持つんですよ。短く持つとヘッドバランス軽く打てるんでどういう結果が出るかっていうのを見れるので、そういう練習もいいかなと思います。4番から11番ウッドまでのこの刻み方は距離は変わるんですか？変わります。ドライバーだけ4番と変わらない。まあ、多分そのドライバーだけちょっとこう他のウッドに比べて、まあ、例えば打ち方が違ったりだとかヘッドが大きい分うまく振れないとかっていう風な感じが多分多いと思うんですよ。一番そういうお悩み多いので、なのでこうちょっとこう短く持ってコンパクトに振ってあげられる感じもいいかなと思いますね。他何かあります？ご質問。最近しようって言いますよね。はい、チャレンジしたらいいですか？もうどんずばはっきり言っていいですか？もうゴルフやめるかこれやるかどっちかですよ。それぐらい一か八か、詳しく言えば日本人のパワーでできる人は多分いないです。それぐらいシャロースイングと要はこうやって左手の手首こうこうやって折ってこうやって打つ、僕もこれ YouTube で打ったことあるんですけど体壊れるかと思ったんですよ。それぐらい腕力が必要なのと手首の力がめちゃくちゃ必要なんですよ。ここ鍛えないといけないので、あの要はクラブがシャローになればなるほどクラブキープする力って必要なんですよ。例えばクラブってこうやって持つのとこうやって持つのでキープする力違いますよね。こっちの方が筋力使うじゃないですか、こうやってキープするよりも。なのでクラブって縦に振った方がよっぽど楽なんですよ。でもこう振り遅れたりシャロースイングってなってくるとクラブを寝かせて使うんで、寝かせてきた時にこっからインパクトまでこの角度をキープできるんであればやってもいいんですけど、まあ無理ですね。はい、なんであんまりおすすめはしないです。ただシャロースイングができた時に自分がどういう球が出るかが知ってないとやる意味がないんですよ。それが成功して今よりも絶対にいい球が打てるんであれば絶対やる価値はありますけども、日本人のプロゴルファーでチャレンジしてる人いないんですよ。それぐらい難しいんで。ただ彼らは1日何百球って練習して、ゴルフが仕事です。それでできそうな方が少ない。どれぐらい練習されてます？お仕事されてたり普通の生活されてる方は絶対そんな毎日何百球って打てないと思うんですよ。なかなか難しいですよね。そうなのですごいこう難易度としては高い難易度になっちゃうんですよ。なんでできればそのご自身が本当に何も無で振った時のスイングっていうのは一番いいスイング、無理のないスイングをするので、そのスイングをどちらかというと磨き上げた方がもう絶対的に上達に近いので、そうだからやるからにはそのやった結果が100点の時にどういうボールが出るかっていうのがはっきり自分で分かってないと、これやって何になるんだろうっていう風になっちゃうので、それ一番怖いですよね。それちなみに今すごくいいご質問だったんで言いますけども、レッスン、ゴルフレッスンあるじゃないですか。ゴルフレッスンって行ったことあります？ゴルフレッスンのいい悪いの見極めって分かります？私は先生との相性、相性、そうそう、確かにそうです。はい、その相性以外にすごくそのレッスンがいいか悪いかの判断基準っていうのがあって、基本と応用を必ず先に言ってくれる人じゃないとダメなんですよ。今ありましたその左手の甲をダウンスイングで外側に折ってこうやって折るっていうのを初めて半年経たない女性に言うインストラクターとかもいるんですよ。さもそれが基本かのように、基本ではないことなので難しいことなんですよ。
基本っていうのは普通にクラブを横から両手で握ってクラブを上に上げて下ろすっていう作業が一番基本の動きなんですけども、その動きに対して手首を逆に折ったりとか外に折ってクラブを後ろから下ろしてきてこれこうやって打ってくださいっていうのを基本として教えちゃうってなってくると、そのやってる方っていうのはゴルフは難しいなで終わっちゃうんですよ。そういうことってプロゴルファーってやってないんですよ。一番簡単なことをすごい継続力でやるので、あんまり目立つ特別なことっていうのはやってないんですよね。はい。なんでそのレッスンでこれは基本ですよ、これはその基本ができた上での応用ですよっていうのを必ず言ってもらえるインストラクターに教わった方が絶対いいです。それが分からないインストラクターには教わらない方がいいので、それはもうジャッジですよね。はい。なんで必ず資格を持ってるプロに絶対教わった方がいいです。はい。あとはだからその雑誌とか YouTube とかってそのものに対して会話ができないんですよね。見るだけで自分の解釈でそれをやるので、すごくそれって難しいことなんですよね。果たしてそれが自分に合ってるかどうかっていう判断もなかなかしづらいので、やっぱりお客様のスイングを見せてそのスイングに合うものを取り入れた方が一番スイングとしては完成度が道が早いので、それはぜひやっていただいた方がいいですね。はい。あと10ヤード欲しいじゃないですか。あと10ヤード、はい、10ヤードってすごい壁ですよね。僕からすると売り上げ100万から1億にするぐらいの感じなんですよ。それぐらい10ヤードって大変なことなので、同じ人が打つんで、違う人が伸ばすんだったら簡単なんですけども、同じ人、例えばお客様がドライバー大体どれぐらい飛びます、なんとなく平均210だとしたら210を何割で振ってますか。8割。それ8割で振って、例えば210ヤード飛んで9割で215、10割で振って220っていう感じのイメージってあります？あります。その時に例えば8割から9割、9割から10割に上げる時に何をするかなんですよ。何か やってます？動きとして。左腕のターン。はい。ターンでバチンって強く打つのと右手でバチンって強く打つので、どっちが強く叩けます？左ヒット。それはでも左ヒットをうまく使ってあげた方がいいんですよ。でも多分右利き右打ちの人だったら絶対右でパンって叩いた方が早いし素早い動きができるし強い方が結構多いと思うんですね。でも左、もちろん左手の方もいるんですよ。その場合は左手のターンをうまく使ってあげなきゃいけないんですけど、左手のターンをうまく使って早く振った時にどうなるかっていうと縮む方が多いんですよ。縮んだらやっぱりボールって飛んでいかないんで、それを遠くにターンさせてあげられる練習ができてるかどうかっていうのがポイントになってくるんですよね。10ヤード飛ばすときにさっきこうどこまでこう落としたらいいかっておっしゃってたと思うんですけど、下に落として練習しました？どんな球出ました？右出ました？そうですよね。どこかが沈んだらどこかが必ず浮くので、多分左がターンをうまくしてうまく打てる方なんで、右手を下ろしたら左が浮くんですよ。だからターンできないですよね。だから右に飛んでくるんですよ、そのまんま。だからこういう何かこうゴルフのスイングに対してこうだからこうっていう基本ももちろんあるので、その動きが分かってると、あ、このスイングの理論っていうのは、まあ、僕には合わないな、自分には合わないなっていう判断が簡単に今度できてくるようになるので、必ずその自分のスイングの癖とか状態っていうのを知っとくだけで、要は見極めができるんですよ。動画なら動画、雑誌なら雑誌で、もちろんトライすることは全てトライしていただいても絶対いいと思うんですよ。そこで新たな発見があると思うので、それよりもいや、これ継続してやっていいものなのかどうかっていうのが判断って難しいと思うんですよね。なんで、まあ、自分のスイング、こう何も考えないで振った時のスイングっていうのが一番いいスイングが多いので、できればこうこれがいいよって言われてやることはあんまりおすすめはしないですよね。はい。他何かあります？大丈夫ですか？もう少し立てて下ろした方がいい。立てて下ろした方がいい。
クラブを立てる立てないあんま関係ないですよ。距離、このトップを作ってヘッドがボールに一番早く当たったら一番飛ぶっていうだけなんで、僕はどっちかっていうとスイングはこうやって打つんですよ。リリースして打つ。だってヘッドがゴルフボールに当たらないと飛んでかないのに、溜めててヘッド出さなかったら打てないですよね。なんで一番最初にパンって来なきゃいけないのに、なんで溜めるんですかって話なんですよ。でスイング中によく右脇こうやってつける方いらっしゃるじゃないですか。何のためにつけるか僕は理解はできないですけど、例えばだいたいプロの連続写真見ると右脇って空いてるんですよ。こうやって打つんですよ。右脇閉めてて、例えば分かりやすいのはアドレスで両脇閉まってないじゃないですか。こうやってなってて右脇閉めますよ。これだけでフェース開くんですよ。これをスイング中にやるんですね。で右行ったって悩んでるんです。そりゃそうですよね。スイング中に遠心力がかかってグンって振った時に右脇をこうやって締めて振ってたら遠心力に負けて余計開くんですよ。でも締めるんですよ皆さん。だからだいたい右脇を締めようとして肘と肘の間隔が狭くてこうやって窮屈になってる人ほどドライバー苦手な人が多いんです。肘ってほとんど向かい合うんですよ。こうやってクラブってこういう風に握るように握った方が近いんですね。なんで肘と肘の内側っていうのはほぼ向かい合う状態で構えて打ってあげてクラブを戻してくるとフェースが狂わずにまっすぐ真ん中に戻ってきやすいんですけども、この時に脇を締めてグーって締めてクラブを下ろすんでクラブが開くんですよ。それで右のミスっていうのが多いんです。なんでなるべく右肘っていうのはここトップを作ってここからここの隙間をなるべく変えないでこうやって下ろしてきてあげたら手のひらっていうのはまっすぐ戻ってくるんで自動的にフェースもボールに対してまっすぐに戻ってきやすいんですね。なんでこれが一番簡単な理論だと思うんですけど、どうしてもこうちょっと何かやりたいこれやりたいってなってくるとどうしてもこう遠回り遠回りになりやすいので、そこがちょっと気をつけていただきたいポイントですね。どうぞどうぞ。はい、コックを全然ほどいていいですよ。むしろそのコックをしてあげるんだったらした分ほどいてあげればいいだけなんで、そのそこからまあほどくもためるもしないでトップをここからこうやってコックしてこうやって作ってあげたら、そのここまでなだらかにコックしたんだったらここからなだらかに戻してあげたらインパクトが戻ってくるイメージを持ってあげた方がいいですよね。僕はコースリリースする。だから僕どっちかというとこうやって打ちたいです僕は。でもこれだと距離が出ないんで、ある程度アドレスの角度をキープしてこうやってトップを作ってここからリリースしてこうやって早くインパクトに戻してあげられるようにヘッドから下ろすイメージっていうのは持って打ってますね。はい、ただここは締めるっていう感覚はゼロです、はい、開けてこういう感じでこっち向きこっち向きでこうやって下ろしてあげるイメージは相当持ってます、はい、だから本当にアプローチなんかはこういう感じですよ。イメージみんなこうやってやりますよね。こうやって打ちたいですよみんな多分。でザクッて引っかかってあーあってやっちゃう時多いと思うんですけど、アドレスの形のままこの形ですよ。両手首の角度両肘の曲げ感を変えないでこのまんまの形で左向いたら簡単にフォローって取れるんですけど、体は正面向いとかなきゃいけない、頭残しとかなきゃいけないで、こっから腕だけでこうやってフォローを取るんで左肘が曲がってトップダフリっていうのがアプローチで出るので、アプローチ苦手っていう方が結構多いんですね。底辺を変えずにヘッドと自分の距離を変えないでこの形のまま右と左に動かしてあげるとミスって相当少なくなるんですけども、どうしても距離が変わるんでダフリトップが出やすくなる。その辺が気をつけていただきたいポイントになりますね、はい、あと大丈夫ですか。本当に大丈夫ですか。なんか他ないですか。大丈夫ですか。腰は回さない方がいいですよ、はい、回すのは肩だけです。一番動いていただきたいのはヘッドなんですよ。ヘッドの次に動いていただきたいのはシャフト、シャフトの次にグリップ、腕、肩、お腹、腰、膝、
ボールから遠いところから順に動き始めるんで、こうなだらかな綺麗なスイングっていうのができてくるんですけど、もう例えばこうすごい理論に詳しい方ってこっから始めたり手からこうこうやって始めたりするんですよ、スイング。肝心なボールの打つところが一番動いてない方が多いので、振りに行った時もそうですよね。こう飛距離を出したいってなった時にヘッドがバンってボールに一番強く早く当たんなきゃいけないのに、左腰をガッて切る、切れば切るほど飛ぶと思ってる、切れば切るほどクラブを遅れるんで、その遅れを取り戻すために相当右手を使ってクラブを前に出さないとボールは飛んでかないってことをもうちょっと理解していただくと、飛距離っていうのは簡単に出せるんですよ。だから多分永遠のテーマだと思うんですよね、飛距離って。でもその理論というか原理が分かってないと、飛ばせば飛ばしに行ったほどボールが散ってしまう球が出るので、そこは注意点ですね、はい。ちなみに僕は飛ばしに行こうと思っても普段から9割ぐらいで振ってるんで、飛ばしに行っても多分 2,3 ヤードしか飛ばないんですよ。それぐらい一生懸命頑張って振ってるんで、だから毎回そのアベレージなんで、その緩めることも振ることもない、ずっと自分がドライバーの飛距離が260ぐらいなんで、260を必ずドライバーで打とうと練習場でもコースでもやってるんですけども、大概ドライバー打つアマチュアの方って自分の飛距離が200ヤードだったら201ヤード202ヤードでも飛ばそうと思って練習してないですか？してますよね。ドライバーの1番っていう番手なんで、その番手の距離を打たなきゃいけないんですよ。でもアイアンだとそういう練習されてると思うんですよ。何番で何ヤードだから、例えば8番で100ヤードだから8番は100ヤード打ってますっていう練習をするんですけど、ドライバーってそういう練習皆さんやらないんですよ。ドライバーは1ヤードでも飛んでやれって言って練習するんで上手くならないんですよ。ドライバーって必ず1番手の番手なんで、1番の飛距離を打ってあげることがドライバーの安定したショットを生む原因になります。だからそういう練習の方法を変えていくことも大事なので、考え方ですよね、はい。なんでそのドライバーの練習の仕方、4番ウッドとドライバーの飛距離が例えば一緒だとしたら、その一緒の飛距離でも全然いいんですよ。全然いいです。なんでドライバーはドライバーの絶対メリットがあるので、4番ウッドよりも絶対スピン量って少ないんですよ。なので例えば向かい風アゲンストが強い時なんかはドライバーで打ってあげて、フォロー追い風の時は4番ウッドで打ってあげると飛距離がぐんと差が出るんで、同じだったら使い分けをしていただくとよりいい結果が出しやすいので、こうプラスプラスに考えていくとゴルフがもっと楽しくなってくると思います、はい。他何かあります？ご質問どんどん聞いていただければと思います。今の流れからなんですけど、はい、例えばさっきおっしゃったように、はい、例えばほどけてもいいとかっておっしゃったじゃないですか、はい。じゃあダウンブローって実際、はい、正解じゃないんですけど、はい、そのダウンブローの打ち方ってじゃあどういうふうにしたらいいんですか、ね。はい、ダウンブローですね。ダウンブローは僕全くその無縁な動きなんですけども、僕はダウンブローは絶対打たないんですよ。でただ打ち方としてやると、ボールの斜め右45度上、こうやって構えてますよね。普通にこうやって構えてて、こう上げてこうやって打つじゃないですか。その時に、この線にしましょう。この線の方向にクラブを使ってあげるんですよ。こうやって右上から左下にクラブをこうやって打ってあげる。なんでクラブの通過する方向っていうのが入射角っていうか、こっち側入り口よりも出口の方が必ず低くなるんですね。そうやって打ってあげるんですよ。この角度に対してクラブを入れてあげて、で下に抜いていく。なんでまあ結果的にボールの先のターフが取れていくんですけども、その感じで打ってあげなきゃいけないんですよ。ただアドレスもハンドファーストになってなきゃいけないんですよ。こういうふうにハンドファーストに、真ん中がここだとしたら、そこよりもグリップエンドが左太ももの真ん中ぐらいを刺す、これぐらいの構えをしてないとダウンブローには打てないので、そのアドレスから必ず直してあげることが大事です。でもう一つ大事なポイントがあるんですけども、
まず最初は真ん中にアドレスを取りますって言った時に、ここからハンドファーストにしました、ハンドファーストに構えたら、必ずやんなきゃいけないことっていうのは、ハンドファーストにした時点でもう一回クラブを握り直さなきゃダメです。真ん中のグリップの握り方に対してハンドファーストにしたら、これ戻したら戻れるんですけども、ここに対してハンドファーストにして握り直すと、戻した時に絶対フェースが左向くんですよ。これじゃないと正しいハンドファーストとは言えないので、必ずハンドファーストにした最終アドレス地点から必ずグリップは毎回握り直すことっていうのはもう絶対条件です、どの構えにしても。なんで必ず真ん中に戻れる状況をなくしてあげた方がいいので、必ずアドレスの最後の構えから握り直すことが大事ですね。はい。あとはダウンブローを僕おすすめしない理由は、まずスピン量が減ること、グリーンで止まらない、球がこう吹け上がらないので、番手間の距離が変わらなくなっちゃうってことがまず第一にあるんですよ。なのでよっぽどパワーがあって球が吹け上がってしまって、あのどうしようもない球を抑え込みたいっていうんであれば、もちろんダウンブローはおすすめするんですけども、球が本当にめくれちゃって距離が全然出ないよっていう場合は、あとは向かい風アゲンストですよね、アゲンストが吹いててもう風の下をこうボールを通したいとかっていう場合は、こうダウンブローにして球をこう抑え込むことは、まあやってもいいかなと思うんですけども、通常ダウンブローにはあまりしない方がいいかもしれないですね。ノーマルのショットがありつつ、状況によってダウンブローを打っていただいた方がいいと思いますね。ただ本当に先ほども言ったように、普通に構えてこうやって横から打つものがこういう状況になりますよっていうことなんですよ。なんで構え自体もダウンブローに打つときはちょっと左6右4ぐらいの重心に構えてもいいと思うんですよね。斜め左に打つ状況を体で作ってあげることが大事なので、そのアドレスを要は構え直すことも大事なんで、それやってあげると打ちやすいかもしれないですね。はい。あとはボールをそもそも潰すんで右に抜けやすいんで、ちょっとだけ被してあげるのがポイントです。アドレスの時にフェースをですね、それはポイントですね、ダウンブローの。はい。あと何かありますか、ご質問。あの飛距離を伸ばすには、はい、まあ、ドライバーですね、はい、どうしたらいいのかな。はい、ですね、すごくこれも多い質問なんですけども、飛距離を伸ばす時にまず必要なのは、クラブをまず今よりも必ず速く振ることがまず一つですね。で、二つ目に、その速く振るためのご自身の準備ができてるかどうかなんですよ。それはグリップの強さだったり、体全体の力感だったり、そういうものが通常と変わらない体をしていると、振った時にクラブが耐えられなくて振り遅れて、ただ右に飛んでいくだけになってしまうので、全てにおいて体の自分が飛ばそうとしてる準備ができてるかどうか、あとは振った自分のヘッドスピードを分かることプラス、それに対して合ったクラブを使っているかどうかの、この3点が飛ばしには絶対条件なんですよ。ただ今使っているクラブを振りに行って飛ぶわけではないので、必ずそのボールでしたりクラブ選び、あとは、まあ、先ほども言いました体の準備と、今よりも早く振ってるかどうかっていうことがめちゃくちゃ大事なので、それを絶対やらなきゃいけないんですよ。例えば早く振ることは、まあ、できると思うんですよ。今よりも飛ばすために早く振る。で、早く振った時に何がどういうことが起こるかって言ったら、クラブを必ずこうやって振り遅れる、遠心力でクラブが負けてしまうので、練習方法はクラブを、腕が地面と平行になってクラブを45度前に倒します。この腕の角度とクラブの角度をキープしたまま、右と左に自分が本当に打つであろうというスピードで回ってみるんですよ、こうやって。そうするとクラブがこうやって振られるんですよ、後ろに倒れる。進行方向と逆に倒れれば倒れるほどボールは右に飛んでってるってことなんですよ。要は振り遅れですよね。なのでこの振り遅れないようにクラブをこうやって前に倒していかなきゃいけないんですよ。それをアドレス、ボール打つ位置に戻した時にどういう動きかっていうと、こういう動きなんですよ。この動きを力いっぱい入れてるかどうかなんですよ、打つ時に。ちょっとでもやっぱり曲げたくないなって思ったりとかですね、
フェアウェイキープしたいと思った時にそれって思いっきりできないんですよね。意外とコースで恐怖心の方が勝っちゃったりするので、やっぱり飛ばすイコールフェアウェイキープ率っていう確率は相当下がりますので、フェアウェイキープっていうのは結果論なので、まずは自分の飛ばしたいスピード、飛ばしたい距離を打つことを優先させなきゃいけないですね。飛ばしたかったら、なのでそれが一番大事なので、で次にそのクラブがキープできたら、その振ろうとしてる限界のスピードに合ってる、例えばクラブのロフトでしたりシャフトの重さ硬さっていうことが重要になってくるんですね。例えば42、3ぐらいのヘッドスピードでしたら 50g の S シャフトで、まあバランスが D0 か D1 ぐらいですね。で、まあ、ロフトが 10.5 度で長さが45インチぐらいだと、まあ、ちょうどいいかなというクラブになってくるんですけども、それの例えば前後しちゃってる場合はそのクラブにスピードを合わせていかないとナイスショットが出ないスペックになりますので、逆に難しいんですよね。自分が振りたいスピード、本当はこれぐらいで振りたいよっていうスピードが分かってないとクラブ選びにつながらないので、そういう準備っていうのができてるかできてないかで飛ばせる方と飛ばせない方が出てきちゃうんです。なのでその準備がすごく大事なので、一旦その自分のスペックですね、ヘッドスピードはどれぐらいか、そういうことを知るだけでも全然クラブ選びって今度変わってくるので、それはドライバーからパターまで全部一緒なんですよ。アプローチなんかもそうなんですけど、このウェッジいいよって言われて使ったけども、いや全然良くなかったってあるんですけど、それも先週かな、動画今週かな、まだ上がってないね、ウェッジはね、来週ぐらいにその YouTube の方で動画上げるんですけども、アプローチのウェッジの選び方ってあるんですけど、アプローチって2パターンありまして、大きく分けると、まずグリップリードでこうやって打つ方がいるんですよ。これが1パターン目で、2パターン目ってヘッドリードでこうやって打つ方がいるんですよ。要はフォロースルーがこうなってるかこうなってるかの差なんですけども、それでクラブの選び方って全然変わってきちゃうんですよ。例えばそれはバウンスの角度だったりもするんですけども、例えばご自身がどっちの打ち方かって分かります？ヘッドを出すアプローチの打ち方をする方であればバウンスが少ない方、一桁台のバウンスの方がいいんですよ。まあ10から下ですね、19、8、7ぐらいのバウンス角がおすすめです。で次に、まあ、リョウ君みたいにグリップファーストでこうやって打つ、ヘッドを前に出さないで体の回転でバンって打つ人でしたらハイバウンスの方がいいですよ。12度、13度、14度、15度、16ぐらいが一番おすすめというか合うんですよね。だからよくバウンスが少ないと難しいとかって言ってる方いらっしゃると思うんですけど、その簡単とか難しいとかではないんですよ。バウンス角って打ち方に合ってれば簡単なだけなんで、両方簡単とか難しいとか出てくるんで、合ってる打ち方に合ってるこうクラブをやっぱりチョイスしていただいた方がいいと思いますね。はい、それはもちろんドライバーもアイアンも全部そうなんですけど、あとね、結構レッスン僕やっていて結構勘違いされてる方多くて、ターフってボールの先芝生取れるじゃないですか、ベロって、あれを自分から取り行っちゃう人いるんですけど、あれは取るもんじゃなくて取れるもんなんで自分から取り行っちゃいけないんですよ。ああいうものって取らなければ取らない方がいいんですね。それは飛距離のばらつきにつながるので、無理に取りに行くとロフトが立てて入ってしまったりするんで、あれはボールだけクリーンにヒットできるんであればボールだけクリーンにヒットした方が距離のばらつきも少ない、クラブの性能も生かしきれるので、あまりこう自分からこうガバーってこうターフを取りに行かない方がいいですね。特にこう女性なんかあんまないですけど、男性なんかこうウェッジなんかでこうガブーって取り行ったりする方結構いらっしゃるんで、それは全然取りに行く必要がないので、それもこういい悪いではないですね。勝手に取れる分にはいいんですけども、自分から取りに行かない方がいいと思います。あと何かあります？何かご質問あれば、あと一つぐらいです。はい、どうぞ。はい、ヘッドがはいオーバースイングになりがちなんですけど、はい、強制方法って強制方法ですね。オーバースイングになる方全員に共通することなんですけど、オーバースイングになる理由って、例えば
こう後ろから見ていただいたときにオーバースイングってオンプレーン上でこうやってオーバースイングになるのか、それともオンプレーンから外れてこうやってクロスしてオーバースイングになるのかで違うんですけども、クロスはします、こうこっちに若干してます。ゴルフのスイングって2方向しか体って向かないんですよ。正面と左しかゴルフのスイングって体って向かないんですね。でもバックスイングって右向くんでしょと思ってる方多いですよね。バックスイングって正面向いたままバックスイング取るんですよ、こうやって。それでその形をフォロースルーで左を向いてこうやって2方向しか向かないんですよ、ゴルフのスイングって。自分から右を向いて打ってみますよ。こうやってバックスイングは右向くんでしょっていう方のバックスイング、右向いてバックスイングを取るんでクロスするんですよ、こうやって。正面向いたままバックスイングを取るとクラブってクロスしないんですよ、こうやって。なんで右を向きすぎてる方が結構多いんですね。で今おっしゃられたオーバースイングになる時ってまあまあ多いのは右膝、アドレスの時にバックスイングの理想って右膝がアドレスの位置から変わらない、この位置、ここの位置、右膝ちょっと見ててもらっていいですか。バックスイング上げた時にこの向きのままバックスイング取れてくると体が回らないのでオーバースイングになりづらいんですよ。でその体のどこに張りを持たせるかっていうと、膝が動かないと右太ももの後ろがめちゃくちゃ張るんですよ。ちょっと前来てもらっていいですか、ごめんなさい。僕バックスイングのこう形あるんで、こう太ももの後ろこう触ってもらっていいですか。もうちょっと内側です、この辺ですね。これやばくないですか、やばいですよね、コンクリートかって言って、はい、それぐらい硬いんですよ。ここの右太ももの後ろが腫れてないとボールって飛ばせないんですよ。なんでそれはどうやるかって言ったら、右膝を位置を向きを変えないでバックスイングを取ってあげると勝手に太ももの後ろが張るんですよ。めちゃくちゃ硬いんですよこれ。なんでこれができてないとオーバースイングになりやすい。要はストッパーがないんでどこまででもこうやっていけちゃうんですよ。膝が伸びてたりするとこうやってなったり、あとはこうやって左膝に重心がかかってバックスイングを取るとオーバースイングになりやすいです。これ腕と体の位置を変えないで右体重になるとオーバースイングにならないんですよ。でもこの向きを変えないで左体重になるとこうやってオーバースイングになるんですね。なので意外と腕とかじゃなかったりもするんです。原因が体の軸の向きがこっちにあるかこっちにあるかで全然変わってくるんで、ポイントとしては右の股関節に必ずこうやって入れてあげることがポイント。そうすると右膝の向きが変わりづらいのでオーバースイング、要はもうこれ以上いかないっていう感じになっちゃうので、そうするとバックスイングっていうのが浅くなります。なんででもオーバースイング僕決して嫌いじゃないというか悪いとは思ってないですよ。オーバースイングになったらオーバースイングのタイミングでインパクトを戻してあげられればいいだけなので、深いから悪いことが起こるっていうのはあまりないですよね。なのでタイミングよくインパクトに戻ってきてればもうそれで十分なのであまり曲がらないんですよ。オーバースイングが原因で球が曲がることはまずないので、タイミングが取りやすい方がいいですよね。はい、なんでその本当にインパクトに戻してあげられる。だから本当にゴルフの最終的な結論としては、構えてここにまっすぐ構えるじゃないですか。アドレスをしてフェースまっすぐ構えてここに戻ってきたらボールは絶対曲がんないっていうことだけ分かってください。なんで曲がる方っていうのは単純にここの向きに戻ってきてないだけなんですよ。これインパクトゼロ理論って言って僕やってるんですけども、こうやってあげてここにこうやってまっすぐ戻ってきたらボールが曲がりようがないですよね。それはもうパターも一緒です。ドライバーからパターまで全部一緒なんですけども、ここに例えばこうやって戻ってきたりこうやって戻ってきたりこうやって戻ってきたりするんでスライスチーピンっていうのが出るだけなんですよ。なので練習方法としてはここにフェースと軌道がまっすぐ戻ってこられるスピードで最初打つことが大事なんですよ。それは何が一番近いかって言ったら、どこのパーツも曲げないでこうやって打ってあげたら一番早いんですよ。
で、これで飛ばせる限界まで飛ばしてあげて、そこからなお自分の飛距離を伸ばしたいんであれば、そこからコックをしてクラブを振り上げてポーンポーンって打ってあげるだけで飛距離っていうのは回復してきますので、とにかくもう理論としてもそうですけども、フェイスがインパクトでまっすぐ戻ってきてるかどうかが一番の重要ポイントなので、そのために何をするかだけなんですよね。多分進行方向に対して右手を押して出してあげた方が一番ゴルフは優しいので、9対1で僕は右手で打ってます。それぐらい右手の押し感でボールをヒットしていただかないと、ボールっていうのはまっすぐ飛びづらいので、どちらかというとボールよりも左に、左腕はもちろんついてますので、ボールをちゃんと押そうとした時に多分引くことしかできないですよ。引いてうまくターンできたら当たるんですけども、簡単にボールをポンと押せるかって言ったら、やっぱ右手の方が楽なんですよね。右でちゃんと力をボールに対して伝えてあげられる方が楽なので、できればその左手のターンをうまく使うのも大事ですけども、右手もちょっとこうフォローしてあげて、ちゃんと最後までフォローするで、ターゲットに対して意思表示をしてあげることが大事になるので、それはポイントとして練習場でやっていただきたい一つですね。はい、あとはよろしいですか、大丈夫ですかね。はい、では以上になります。はい、いろいろお話しいただきありがとうございます。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。平井プロの今後のますますの ご活躍を期待いたします。ありがとうございます。それでは最後、皆さん盛大な拍手で、どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん引き続きお買い物をごゆっくりお楽しみくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。とんでもないです。